はい、どうもこんにちは。どうもこんにちは。キムギモスターズの顔と懐かしいガメチです。懐かしい。懐かしくねえわ。ということでね、はい、皆さん見ていただいたら分かると思うんですけど、はい、ようやくね、あの1ヶ月毎日投稿が終わりましたということで、いや打ち上げをしていこうと思います。やったね。素晴らしい。いや、頑張りましたね、本当 ね。そんな我々はゼロからのスタートでね、はい、一番しんどい時期は多分そうね、本当ここで挫折していく人もマジでいるから。本当ね、俺なんか2回目だけど、まあ本当序盤に挫折したから乗り越えられてるんじゃないですか。いろいろやりながらね、分かっていくこととかね、そうね、学んでいくこといっぱいあって、いっぱいある、いっぱいある。とりあえずあのね、ペヤングをね、買ったんで。えペタマックスもいいけど、ギガマックスしかなかった。ギガマックス食べていこうと思います。いや、言ったけど、これ余裕だから。朝ごはんに食ってウーバーイーツって書きますから。やばいよね。2000キロカロリーだぜ。だぜ。1日の摂取カロリー超えるぜ。あ、超えてみよう、ギッと。あとはね、お菓子をね、いつものお菓子これ食べながらね、打ち上げしていきましょう。打ち上げしましょう。では、参ります。イエーイ。ペヤングがね、完成しましたということでね、はい、食べていこうと思います。はい、ソウルフードね。いただきます。いただきます。うん。うん。うま。うんうん。うま。この硬さがいい。ちょっと早かったかもしれない。めずみの。硬さがいい。はいはい、わかったわかった。じゃあ、振り返りましょうかと。そうっすね。いうことで、うん、登録者が1ヶ月で50人いきましたと。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。まあまだまだですけど、1ヶ月だからね。そうだね、見てくれてる皆さんのおかげでね、こうやって YouTube 続けられてるんで。はい。何さめっちゃ大物 YouTuber みたいなこと言うまだ垂れ流しぐらいで見てくれてると思うんですけど。そうです、ありがとうございます。ありがとうございます。で、総再生時間が46時間。お、なんかさ、条件あったよね。収益化するのに4000時間だから10分の1きました。じゃあ100分の1、100分の1乗って攻めていかついよね、それ考えると4000時間ってね。そこを超えなければまだスタートラインには立たないという。そうね、僕らはそこで今上がってるわけなんですけど、ここの1ヶ月頑張ったっていうのがまず第一歩ですよね。そうですね、投稿できた。そうだね。あ、そうで、動画が22本上がってます今。ああ、いえ、これで23本目です。素晴らしい、ありがとうございます。で、今月も4、まあ毎日とかいければいいかなって。どうでした、やってみて。前ね、やってた時は辛かったんですよ、やっぱ、うん、動画を作るにも撮るにも辛くて、上げるのも辛くて、もう全く見たくないみたいな、うん、今はでも楽しいっていうのが根源にありますので、できると思うんですよ、はい、やっぱやりたいことをやるっていうのがね、27歳になりますけども。あ、そうじゃん。なったんですけどこれから見ていいかもしれない。佐々木も27歳。あ、そこ、あ、佐々木27歳。断定しました。たまに戻ってくると思いますけど。そうそうそう、月1で27歳になるとやっぱやりたいことがやれないっていうのが結構ありますから、うん、こうやって証明したいと思いますよ。そうね、いろんなしがらみに負けないね、はい、結果で証明するって。そうそうそう、ここから負けしていきたいみたいな。そうですね、人生逆転劇なんで、ピンチがチャンス。そう、チャンスがピンチ。目の前に崖、後ろに壁。よくわかんない。俺はそれでもやるだけ。ヒップブロ。目の前は壁、後ろに崖、それでも俺はやるだけ。何ができるって、やっぱ編集が2人でできてるから。そうだね、たまに辛いなって時にこう上げてもらえると。で、そっちが辛かったら俺が上げる。そうそうそう、お互い支え合いながらね。そう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 、で、ちょっとでかいですね。そうだね、俺はね、一人でやってたら絶対に心折れるんだよ。一回挫折したんだよ、月末なんだけどね。やべ、もう動画作れないんだよ。一回スラップ来て、パソコンはここあるんだけど、なんか俺ここ寝ちゃって。あ、でもめっちゃわかるんですよ。一回始めちゃえば続くよね、うん、そうそうそう、それまでのゾーンに入んないと。葛藤で3日ぐらい、3日ぐらい。でもわかるわかる。あ、いや、かかるんだ。かかったかかった。毎日上がってる時すごいなと思って。一回ギア入っちゃえば結構続く。10、0の人間だから、10の時と0の状態がどっちも長いわけよ、うん、から一回その3日間乗り切ったから今10に来てるんだけど、しんどいみたいな。この暗い部屋でさ、深夜帯の生活になるじゃん、やっぱさ。あ、まあそうだ、編集してると夜中の方がやっぱはかどるから、日の光も浴びないし、メンヘラになるわけですよ。やんじゃん。この部屋メンヘラ製造部屋だから。滝の見えないトンネルで光が見えないとこでもがき続けて苦しいなみたいな、うん、今だけって分かってんだけど、それでもちょっと精神的に無理だみたいな時があって、コメちゃんも TikTok で証明してくれてね。 TikTok 見てください、エヴァンゲリオンで1600再生いってますと。やし、コメちゃんがこれやろうとか言ってくれたりとか、編集もめっちゃ積極的にやってくるし、一人じゃないんだなみたいな。佐々木君と俺なら絶対降りてる。コメちゃんもいるから、一人じゃできないことも二人でね、人という字はね、支え合って。実は寄りかかってんだけどね。武田先生、しっかりしてください。ボケ伝次郎。ボケ伝次郎、ボケ伝次郎。かわいそうだよ。かわいそうだよ、そういうこと言ったら。なんとかね、1ヶ月乗り切りましたということで。そうですね、これからもね、頑張っていくね、うん、キムギモンスターズをね、今後ともよろしくお願いします。そうですね、お願いします、ほんと。
これからっすから見ててください。年内10万人いくんで、はい、あの1万人になったらさ、どうなってか俺もらえる。あ、それマジもらいたいわ。ほんともらいたいね。1個の節目だよね。1000人いって、そこから1万人、そこの2つを今年に乗り越えますと。半年以内に収益化したいな。僕らこれからエヴァンゲリオン編 YouTuber となりますやりすぎないね。新しいものを生み出します。はい、生み出します。見たい企画をコメント欄に書いてください、まず。あ、それ大事だね。はい、書いてくださいよ。僕ら何でもやります。そう、ダンスの人もいろいろ書いてくださいよ。気軽に気軽にどうしどし、はい、お手軽にどしどし、ね、もしもし撮ってみたらそのうちやるんで。あ、そうですね、うん、それもぜひ交互期待ということで、はい、見ていただければ高知の幸は極まりないということで。何言ったんだ。これもともよろしくお願いします。お願いします。ということでキモキモスターズのカモとんごめんでした。バイバイ。バイバイ。もっちゃです、もっちゃです。これカットって、カットで意味。